ジオトゥーモーン世界の果てまで行ってこうです。はい、では現在メルボルンにいて、メルボルンのビクトリア州立図書館に来ました。世界で一番美しい図書館と言われてます。こんな感じです。めっちゃ綺麗。はい、ではこれから中を探索していきます。行ってみよう。一番上からの景色です。こんな感じです。メルボルンね、すごい天気今日いいです。いい時とね、悪い時の天気の差が激しいんですけど、こんな感じです。めっちゃ綺麗なんですよね。有名なね、吹き抜けは3階にあります。ここから3階に向かいます。でもめっちゃ綺麗なんですよ、ね、すごい綺麗でしょ。超綺麗で、さっき友人にばったり会ったんですけど、レジュメを作ってました。ワーホリとかで、来る人ってね、こっちで仕事を見つけるためにレジュメとか必要かなと思うんですけど、そういうのを作るにもね、もってこいですね。いや、世界一のね、図書館って言われるだけあってマジで綺麗です。相当綺麗。とりあえず3階に行っちゃいますね。もういきなり、メイン行きます。よくガイドブックとかに載ってるね、3階がこちら。ダダーン、超綺麗。どうやってこれ上行くのかな。このままエレベーター登っちゃいます。 Is it up? Upstairs? Thank you. This is YouTube video. YouTube video? Yeah. You wanna eat? Hi! How are you? Hello! Very nice. It's amazing, right? Amazing, yeah. First time I come here. Yeah. Maybe.Yeah, thank you. You're from Australia? Mexico. Oh, Mexico. Yeah. Hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Thank you. さて。来ました、来ました。さらにスーパー綺麗な。どうですか?じゃじゃーん。えぐいですね。めっちゃ綺麗。やばい。さらに上まで行っちゃいましょう。ここね、普通にね、観光としてもやっぱ来れるみたいです。すごいですよ。なんかもう美術館みたいになってて、中がこんな感じで、こんな感じでね、美術館みたいになってます。ここから上に上がります。ちょっとね、こう Vlog みたいな感じでやってます。ビクトリア州立図書館の Vlog みたいな感じですね。メルボルンでワーホリメモしねしたりとかして、レジュメ作るなら絶対ここだと思います。っていうのも、ちょっとさっき情報聞いたんですけど、パソコンがね
30分まで、まあ、予約制なんですけど無料で使えます。で、パソコンが無料で使えて、で地面が作れると、で、いくらでも休憩もできます。このね、開放感の中で履歴書なんか作れたら多分かなりいいものできるんじゃないでしょうか。最高ですね。来る価値めっちゃあると思います。何回上がれるんだろう。ずっと階段で上がっていく感じですね。タラーンよし、あっち側行こうかな。あ、でもなんかすごいな、これすごいです。じゃじゃーん、こんな感じですね。スーパー綺麗。これいけんのかな。なんかね、こうやってこうステンドグラスみたいなのがあったりして素敵です。こんな感じ。メルボルンについての情報をね、少しお伝えします。メルボルンってね、やっぱね、こう四季が1日の間にあるんですよ。なんか春から夏から秋から冬っていうのが1日の間にあるって言われてて、実際天気の変わりがすごい激しいです。で、2日前まで結構雨だったりすごかったんですけど、今日はねラッキーで超晴れてます。で、そしてトラムっていうのがあるんですけど、トラムで街中を歩いてるね、市内電車みたいな感じなんですけど、それで、まあ、1回500円ぐらいかかるのかな、もうちょっと安いか、400円とか300円ぐらいか。で、どこまでも椅子があって、調べ物もし放題です。本とかもね、こんな感じで、こんな感じであるので読み放題です。すごい広いです。とつもなく全然一日潰せますね、ここで。全然いけます。そして僕のお気に入りの場所、あー開いてるかな、開いてる、ギリ開いてるかな。このね、こんな感じでね、メルボルン、ビクトリア、州立図書館、皆さんもよかったら来てみてください。観光にも持ってこいです。デートとかでもいいと思います。リラックススペースです。はい、では今回はビクトリア図書館の紹介になりました。図書館なんてね、小学生以来で来たんですけど、やっぱオーストラリア人が結構ゆったりしてて、図書館もすごい全然ありです。てかめっちゃ綺麗なんで、来る価値めっちゃありです。これからもね、いろんな動画を、配信していきますので、
面白いなと思っていただけたらチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。コメントもどしどし待ってます。ではまたね、次の動画でお会いしましょう。